ゲクラブだよ。昨日ライブだったでしょ、頑張ったでしょ、黒沢和にした今日プレゼントができました。2万ちょっとしたんですけど、ちょっと今の季節に合わないかもしれないですけど、大事に来てもらえたら嬉しいな。プレッシャーがすごいですよ。いや、プレッシャーがすごいですね。プレッシャーがすごいですね。これしたから、これ普通のゴミ箱に捨てるね、プレッシャーがありますみたいな。普通のゴミ箱に捨てるね、プレッシャー。袋で多分8000円ぐらいするじゃん。これだってね、ちゃんとしたところ。そうですよね。さっき俺が服買ってきて、うん、今のね。今のね。あ、本当なんですね。それは本当なんです。それ俺の服。ああ、今着てるんですか。着てる着てる。袋であげたらなんかおもろいことになるかなと思ったら、そしたらこれが出てきたって。でもレイヤーメーターがついてるやつ。こんな部分ですか。蓋の部分。こんな部分ですか。そう。漏れなんか開いてますけどね。ね。限界っす。で、元気になってほしいってことだよ。はい。オルナミン C でしょ、それ。じゃあ。元気近づいてこないで。元気くれ。袋くれるんですかこれ。袋欲しい。いや。いや。袋欲しい。いや。袋もらって帰りますよ。あ、本当じゃあゴミだけ俺持って帰る。あ、いいんすか。あ、いいよ。俺のゴミだし。ゴミって言ってる。いいんすか。